高田の馬場の決闘は、元禄7年2月11日に、江戸郊外と塚村の高田の馬場で起きた、伊予国最上藩、松平頼住の家臣、菅野六郎座衛門らと、村上正座衛門らによる決闘である。中山安兵こと、堀部竹爪が菅野に助立ちして、名を挙げた。講談、逸は、芝居が多いので諸説が入り乱れているが、ここでは、作家で、 義士研究家の佐々木森太郎が調査し発見された細川公爵家文庫に所蔵されている2月21日高田の馬場玄華のことを最も史実に近い文書としてその内容を記述する玄禄7年2月7日伊予最上藩の組頭の下で同藩藩士の菅の六郎座右衛門と村上正左衛門が相番していた時のこと年始振る舞いに 村上が菅野を祖ことしたことについて二人は口論になった。この時は他の藩士たちがすぐに止めに入ったため、二人は酒を交わして仲直りしたのだが、その後また口論となってしまう。ついに二人は高田の馬場で決闘をすることと決める。しかし菅野は菅野家で若党と草り取りをしていた二人しか集められなかった。一方、村上家は三兄弟であり、 しかも家来も含めて、すでに6.7人は集めたと聞き及ぶ。そこで、菅野は、同じ保留寺道場の門邸でおじ、老いのちぎりを交わしていた、剣閣、中山安兵衛のもとへ行き、ゾウリトリと赤党しかおらず、決闘で役に立つ連中とも思えない。万が一自分が撃たれた時は、自分の妻子を引き受け、また代わりに、村上を撃ってほしいと申し出てきた。 これに対して安兵衛は事情は承知した。しかし後のあだ打ちは受けがたい。今こそお供させていただきたい。気候よりは手足も達者ですから敵が何人いても駆け回り一人で打ち倒し気候には手をあずらわせませんと答え、官路がこれを聞いて堂々を許可したため決闘上の高田の馬場へ一緒に行くこととなった。元禄7年2月11日4つ半頃 菅野、の、やす若党わかとりは、高田の馬場へ入った。安兵べが馬場を見回すと、南の片ば場松から村上翔左衛門がやってきた。しかし一人だけとは思えぬと若党に見回りさせると、木の陰に村上の弟、中津川ゆ美と、村上三郎えもんがいた。ハサミ打つ手だてと見て、菅野のは、安兵べらに護衛されながら、村上に歩み寄った。 村上も近づいてきて十軒まで迫ったところで二人は言葉を交わした。関路がこれは珍しいところにて健在いたしこうと皮肉を言うと、村上も誠に珍しいと存じこうと応じた。そこへ村上の弟、村上三郎右衛門が兄小材門の後ろから回って、切りかかろうとしたので安兵衛が三郎右衛門の未間を切り上げた。三郎右衛門は切るんで、 左の手を刀から離したが、なおも右の手で刀を振り下ろしやすべはこれをつばで受けた。サブローエモンは一度離れ、再度切りかかったが、またつばで受け止められ、サブローエモンの刀が引かれたところを踏み込んで、サブローエモンを正面からま、ぶたつにした。十軒ばかり向こうでは、関野と村上が切り合っていた。しかし、村上の件で、 カンノが眉間を切られたので、安兵衛がハッとして、駆けつけようとしたが、カンノも村上の左右の手を打ち落とした。村上は、ならぬ、ならぬと悲鳴を上げて引き下がったが、ならぬと言いながらもなおも眉間に打ち込もうとしてきたので、安兵衛が西の方の上手で村上を切り伏せた。さらに中津川祐美が切りかかってきたのでこれも、打ち倒した。この決闘で、中山安兵衛が切った数は、 諸説あるが、この文書が安兵衛の書いた本物であるとすれば、少なくとも安兵衛が辞任しているのは三人ということになる。堀部竹恒か功績跡秘血闘の舞台となった高田の馬場は、現在の住所表記では、新宿区高田の馬場ではなく、新宿区西和稲田にある。西和稲田三丁目の水稲荷神社には、安兵衛の武功を記念した、石碑、堀部竹恒か功績跡碑が立つ。 これは1913年11月4日に市民により建てられたものだが、決闘当時から彼の家に伝わる記録をもとにしているという。この後、江戸市中の河原版では、18人切りと数を増して紹介され、さらに講談や芝居とするため劇化がなされた結果、この決闘には様々な逸話が誕生することになる。その代表的なものが、 カンノがヤスベイの家に別れを告げに行ったとき、やすべは前夜よそで飲んで酔いつぶれていたため留守だった。カンノはやむなく、文を書き残して、高田の馬場へ行く。昼近く、酔いからサメ家に戻ったヤスベイは、カンのの文を読むや、巣は一大事と慌てて、高田の馬場へと駆け出すというヤスベイが後から走って、駆けつけてきたという逸話と、堀り堀が、この決闘を見ていて、ヤスベイに、 古期待を貸すという将来の結婚相手と運命的な出会いが決闘の時にあったという逸話である。また、学習院大学の院内には、血洗いの池と呼ばれている池がある。決闘後、堀部武爪がこの池で刀を洗ったという逸話が語られているが、これは大正時代の学習院高等科生徒による創作であるとされている。 付け立ちをした、安部への評判を聞きつけた赤黄藩氏の堀部かな丸が、安部を娘婿に迎えることになる。赤黄藩主、浅野長典の人情事件はこの7年後の元十四年。翌年、安部衛も参加した赤黄浪氏による切手、テ、打ち入り事件が起きる。高田の馬場の血統は、講談、芝居、映画等の作品を生んだ。中心蔵のエピソードとしても描かれる。 ありがとうございます。